皆さん、こんにちは。まあ、今回は手話を覚えるコツを3つ紹介したいなって思っています。その前に、今の時代にぴったりな言語って何って聞かれたら、手話なんですよ。で、今私は手話と音声と一緒に話してますけれども、普段は切って手話やる時もあります。私はこう言ってます。ソーシャルディスタンス言語って言ってます。言語といってもいろいろあるんですけれども、皆さんは聞こえる人たちも含めて英語を学びたい人もいれば、韓国語を覚えたいっていう人もいれば、まあ、スペイン語を覚えたいっていう人もたくさんいると思います。私はそういう感覚だと思っています。いろいろある中で言語の一つなんです、手話も。だから、聞こえない人たちのための言語ではありません。皆さんが使っていい言語の選択肢のお腹の一つですよ。聞こえる人たちも手話使っていいと思ってて、どんな言語を覚えるか自由ですけども、手話を覚えるコツなんですけども、まず大事なのは、手話言語者と対話することが大事です。これしかありません。対話することが一番早く覚えられます。じゃあどんな方法があるのか、3つあります。まず一つにはおすすめするのは、聞こえない人たちまたは手話言語者が働くお店に行って、そういうところですね、聞こえない人たちがたくさん集まることもありますので、行って手話でちょっと見て興味を持つ、何を話してるのかなって見る、話す、そういった環境に行くことがすごく大事だと思います。2つ目、やっぱ最近はね、オンライン講習またはレッスン、1対1によるレッスンがたくさんあります。で、インターネットを検索すると手話オンラインって検索すれば出ますので、パソコンでね、調べてみてください。で、いろんな先生がたくさんいますので、いろんな先生と話してみて、自分が合うと思う先生とお話ししてみるといいと思います。3つ目なんですけども、今、やっぱ YouTube がすごく増えまして、で、手話でお話ししてる人もたくさんいます。やっぱその YouTube でね、家、時間、隙間の時間を使ってですね、YouTube 見ながら学ぶこともいいと思います。で、ちなみに私の YouTube は声出してますけども、人によっては声、音声を切って手話だけ読み取るという練習をしてる人もいるようなので、おすすめします。この3つを紹介しましたけれども、やっぱり友達たくさん作ってほしいなと思います。そのきっかけとなる場所が先ほどの言った3つになるわけです。で、そこからお友達が増えていきますので、自然とやっぱそういう関係を作っていくことが大事だと思います。行動をちゃんと示しができるように、自分ができるところから始めてみてください。最近じゃなくてちょっと前かな、ニュースでも出ましたけれども、黙食っていうのが出ましたね。食事中の会話が飛沫感染のリスクになります。食事中は会話はお控えくださいって書いてるんですけども、黙食
ならば黙音はできればいいですよね。皆さん、食事中でも声出さなくても会話できるので、手話ってそういう部分ではすごくいいところなんですよ。で、私も友達とね、食事するときは、まあ、ソーシャルディスタンスは取りますけども、声を出さないで手話で、やりながら食べることもあります。その中でですね、ツイッターで見つけたんですけども、あるフリーランスの女性の方がツイッターで発信してたんですけども、ご飯を食べている時に使える9つをポスターみたいな形でですね、作ったんですよ。すごいなと思って、9つの手話も載ってますので、ちょっと紹介したいと思います。まず1つ目、いただきます。私の場合はいただきますで終わっちゃうんですけども、いただきますで出すこともあります。ここにはいただきますで載せてくれています。2つ目に何食べる、載せてくれてますね。3つ目、元気って聞きます。で、聞かれた時に元気、元気っていうふうに表情を変えながらメリハリをつけてください。元気、元気っていう感じの違いを作ってみてください。で、4つ目はお願いします。あ、ここはお願いしますだけなんですけども、丁寧にグーを作ってよろしくお願いします、よろしくお願いしますっていうふうに示すこともできますね。5つ目、おいしい、おいしい。6つ目、もっと、倍、2倍という意味ですね。この形がもう2倍重ねるような形ですね。もっと欲しいとか、もっとくださいとかね、そういう時に使いますね。7つ目は、嬉しい、嬉しい。8つ目は、いらない、いらない。最後に、ごちそうさまでした。なるほど。これはあんまり使わないんですけど、おいしいとありがとうと合わさってるんですね。合わさってごちそうさまでした。なるほど。こんな示し方があるんだね。ごちそうさまでした。おいしかった。おいしかったって言いますね。まあ、いろんなね、示し方がありますので、参考にしてみてください。最近ね、嬉しかったことがありまして、まあ、私、スターバックス大好きなんですけども、スターバックスコーヒーのお店行くとですね、最近マスクしてる人が増えてるので、声出さないでジェスチャーで示すことが多いです。その時に最後に店員さんからありがとうって手話で示してくれるんですよ。嬉しいですよ。なんかお店それぞれ変えても違うお店に行っても必ずありがとうは示してくれる確率が高くなりましたね。すごいね。やっぱり国立駅にオープンしたサインストア、聞こえない人っていう手話言語者が、スターバックス店員になってですね、オープンしたお店があるんですけども、そこの影響力もあるのかなとは思ってますけども、ありがとうっていう基本な手話、示してくれてるのは嬉しいですよね。たまにね、ありがとうを間違える時があるんですよ。ありがとう。
これ違いますからね。こっちですから。本を置いて、ありがとう。で、示すのが正しいです。スターバックの店員さんに、間違えてるのを見たらいいですね。ぜひ、教えてあげてください。で、これ、こっちでやっちゃうと、半分という意味になっちゃうので、半分なんでっていうふうに思っちゃって、読み取る時もあるんですけども、あ、ありがとうって示したかったんだなって教えてあげるといいと思います。今の時代にぴったりな言語は手話ですよ。音声なくてもできますから。手話を覚えるコツ。この三つの方法ですね。どれか自分に合った方法を選んでやってみるといいかなと思いますので、チャレンジしてみてください。いいねとコメントをたくさんお待ちしています。またお会いしましょう。バイバイ。